はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは、スプレーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。今日は、はい、ダイスゴーグルを紹介します。ダイスゴーグル、はい、2324ニューモデルですよ。はい、はい、まあ、代表的な、はい、この3方なんですけども、はい、まあ、皆さんご存知のバンク、はい、バンク、これ前2つ、これハイローラー、ハイローラー、これショーダウン、ね、ショーダウン、フラットレンズの、はい、この3方を説明するんですが、がもうテクノロジーがありすぎてですね。そうなんですよ。まあ、バンクといえばね、レンズがこうカチッと持ち上がって換気するっていう、まあ、これがもう代名詞です。そうですね、これレンズを外してポケットに入れとくとかしなくても、うん、そうなんだよね、外れたまんまゴーグルにとどまってくれるっていう。そうなんですよ。まあ、一段持ち上がるからこう換気がしやすくて、はい、もう曇りを軽減するっていうね、はい、うん、ちなみに選手図超入手困難もう店頭に並ばないレンズカラーとかもあったから、ね、予約の段階で、はいはい、こちらハイローラ、ハイローラ、まあ、ワンタッチでレンズがこう持ち上がるっていう、はい、こう着脱しやすいっていうね、はい、結構台形ゴーグルなので、はい、なんか視界は多分バンクよりももうちょっと広く感じるなっていうね、あ、うん、でこだわりのフラットレンズってね、いや、これかっこいいですよねまあ、なんかこだわるんだよね、やっぱね、はい、フラットレンズ最高だなみたいなね。いや、わかるな。そう、でも特徴的なのはやっぱりこう球面レンズに比べるとゴーグルがこう柔らかくて顔にフィットしやすいっていうね。そう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 、まあ昔ながらのと言いながらも今でもやっぱり平面レンズは人気があるから、かなり人気ありますね、うん、でこれも見逃さないように。はい、ダイスといえば、はい、レンズですよ。レンズです。そうなんです、超高機能レンズ。いや、そうなんですよ。もう調べれば調べるほど暗記できないから、もうね、こうあの調べました堂々とカンニング。いや、そうです、そうです。でもね、それぐらいちゃんと説明したいっていうか、はい、今日はもうレンズがどうなってんのかって、どんなすごいレンズなんだっていうところを紹介するぞ。力入ってるからね。力ありましたね。そうなんですよ。いや、本当にダイスって技術力がすごすぎて、あれもこれもこれもっていうギミックがあるから、そうなんだ、なんだっけってすごすぎて、わけわからなくなるんですよね。なんかあのすごいっていうのは覚えてっけど、そうなんですよ。もうなんかすごいんだよね、なんか見やすいんだよねみたいなねでもどうすごいのかって、どんなレンズなのかっていうところを、はい、もう一回おさらいしたいと思います。はい、はい、まあ、ダイスといえば、はい、まあ、代名詞はその超光レンズ、超光レンズ、フォトクロミックっていう、ね、フォトクロミック、はい、とポラライズドレンズって偏光レンズ、偏光ですね。そう、まあ、フォトクロミックはその超光って紫外線量によってレンズの色が濃くなったり薄くなったりとかするんですってね、はい、まあ、それがこう暗い時はレンズの色が明るくなって雪面が見えやすくなるとか、はい、晴れてきて紫外線量が多くなるとレンズの色が濃くなって眩しさを軽減するって、はい、しかも反応速度めっちゃ速いんですよね。そうなんですよ、はい、そう、まあ、その色がそうさっさっとこう変わる感じがダイスの超光レンズの売りなんだけど、はい、そう、まあ、偏光レンズはその凹凸が見えやすくなるっていうところが偏光レンズ、デコボコとか。そうなんですよ、はい、で去年新しく出たのがその偏光超光っていうレンズが出てて、はい、まあ、今年2年目っていう、はい、うん、まあ、今年の新しいレンズは、はい、お、ミッドゴールドっていう、はい、うん、ミッドゴールド、そう、あの金色っぽいような加工がされてるっていうね。あ、いいな、うん、あのミッドブルーとかミッドレッドとかっていうのがあるんだけど、はい、そのミッドゴールドっていう、はい、一応まあこの色が新しく追加になります。まあ、晴れから、はい、曇ってる時まで結構幅広くカバーできるレンズなんだけど、また人気でそうですね。ね、うん、この辺はもう見た目で買ってる人たちも結構いるね。ですよね、うん、でも性能が伴ってるから見た目で買っちゃっても安心して使えるっていうところがすごいですよね。そう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 、見た目がいいで OK っていう。そうなんだよ、はい、まあ大体カタログ見ると可視透過率何パーセントから何パーセントとかって、明るい時を曇ってる時を、はい、暗い時をみたいな感じがもう数値化されてるから、はい、まあ、選びやすいっていうのも結構特徴だよ ね、 そ、 うね、はい、うん、それはもうカタログを作ったりとかデータを取ったりとかする時の選びやすい要素の一つだよね。そうですね、うん、それ優しい、はい、うん、まあ、そのフォトクロミックポラライズド変更っていうのが結構ダイスも売りなので、はい、そうで、さらに今度、はい、ミッドレンズ、ミッドレンズ、これがすごいレンズなんだよね。ミラーインサートテックでミッド、 MIT でミッドレンズ。あ、はいはいはい、その俺も調べて分かったんだけど、はい、薄いレンズが、はい、内側のレンズスポンジが挟まって、で外側からレンズ、ミラー層、またレンズかぶせて傷防止の加工がされてるっていう、はい、見たらそのポリカーボネートのプラスチックのレンズが3枚ついてるんだよね。あー、すげー。なのに
この薄いレンズだよ、1枚のレンズどんだけ薄いんですかってことになるでしょ。これつまりあれですよね、確かミラーが内側にあるからレンズ外側から傷ついてもミラー絶対剥がれないってやつですよね。そうなんですよ。 その外側のレンズが2層、さらに2層構造になってるっていう。そうなんですね。やーべー。まあなんかプラスチックのレンズにミラーコーティングして、その上からまたさらにプラスチックのレンズつけてコーティングされてるからもうミラーが絶対傷つかないんだよね、やっぱりね。どんなことになってんだろう、うん、まあミラー傷ついてるっつっても表面のプラスチックが傷ついてるっていうかね。そうだね、うん、だからミラー自体は絶対剥がれないんだよね。そうなんだね。しかもそのシートを貼ってるから、はい、均一な色になってるっていうかね、均一なコーティングになってるっていう、ムラがないっていう。そうなんですよ、色ムラないっていうね。はぁ、うん、いやどんな技術なんだろうね。でも色ムラないって結構でかくない？いやでかいね。いやぶっちゃけた話なんですけど、うん、ちょっとミラーコーティングの色系のやつとかで、うん、あれなんかこれちょっと見るところによっちゃ色違うぞっていうゴーグル、まあどこのとは言わないんですけど、たまにあったりするじゃないですか、ね、それがないってことですね。そう、なんか聞くとこう熱で蒸気に乗ってミラーをコーティングする方法だったりとか、はい、うん、ね、温度とか湿度とか風の流れとかでやっぱこう多くついたりとか、確かに薄くついたりとかすんじゃないかなって。そうですね、うん、それが何段もあったら上の段と下の段ではもしかしたらコーティングの色が若干濃いとか薄いとかになったりとか。そうですね、塗装みたいなもんですよね、うん、これもうそのミラー層を、まあ、貼ってるっていうか入れて上から蓋してるから、あ、要は均一だよね。すごいですね、うん、ミラーの色もね、はい、うん、いやすごいクオリティだ、まあ、すごいテクノロジーだなと思うんで、はい、だからまあレンズが、そのミッドレンズってのはミラーコーティングが傷つきませんよっていう、はい、続いてのテクノロジーは、はい、プレミアムアンチフォグ出た。いやもう大好きといえば僕はもうこれがすげえってやっぱ印象があります。これ好きだったもんね、はい、投射比なんだけど、はい、まあ、従来レンズの2倍の水分吸収力。レンズが水分を吸収しちゃう。そうなんですよ。しかもただでさえ曇らないレンズを作ってた会社の2倍曇らないどこまで行くんだっていう。いやほんとカラッカラだよカラッカラカラッカラちょっと読みますけど、はい、高性能の曇り止めレンズは、はい、まあ、ゴーグル内部にたまる飽和水蒸気をスポンジのようにレンズ表面が吸着することで、はい、曇りを制御してる。とんでもねすごいこと書いてあるこれレンズは乾くと吸収力が再生するため高い曇り止め効果を持続しますだからつって濡らしていいってわけではないんだけど、はい、うん、まあ、その曇らない曇りづらいっていう効果が、まあ、どのレンズにもあるっていうね。そうですね、うん、続きましては、はい、ウルトラレンズ、ね、ああウルトラレンズ、はい、ね、はい、なんかさこう見ると、はい、こうレンズにすごいプレミアムアンチフォグそうそうウルトラレンズ、これフォトクロミック、これだんだん視界狭くなってきちゃう。なんかテクノロジー増えていくとテクノロジーありすぎて全部書いてあるっていうかさ、まあ、まあ、いや分かりやすくて優しい、はい、でもそれもね、そう、まあ、悪天候でもこう見え方がもう全然こう差が出るっていうレンズで、はい、そう、日本の山は、はい、天候が変わりやすく、はい、雪や雨などのシーンで視界不良に陥りやすいのが特徴です。ウルトラレンズは近畿大学と共同研究により、大学出てきました。大学先生とか教授とか出てくるので、はい、まあ、抵抗量のシーンにおいても、はい、凹凸がくっきり見せることに成功した高視認性レンズ、さらに林間コースなどでも明暗が高速でこう切り替わるようなタイミングでもこう順応、目が順応しやすいっていう大きな特徴もあるっていう。すげーなー。いや素晴らしい。そうそうそう、このウルトラレンズって雪降ってる時とか、うん、薄曇りとか、うん、夕方こう近くなってくるっていう時に効果を発揮するっていうイメージですよ ね、うん、偏光レンズってそのポラライズと、はい、と結構匹敵するな、似てんなって感じもするんだけど、あ、確かに使用した人の 91% が効果を実感してますっていうそんなデータ何人、10人中9人とかそんな感じなんだね。まあそんなことないよねそれはないですねいやすごい、だいたい8割くらいのテクノロジーがどのゴーグルにもついてるんだよね。あ、まあなんか調光なのか偏光なのかとか、はい、結構その辺の違いでこうギミックがこうついてるついてないとか、はい、うん、さっきのレンズのプレミアムアンチフォグとかウルトラレンズとか、はい、その辺はほとんどのレンズについてて、そうですよね、そう、うん、見やすいっていうレンズが多いなっていうのが特徴だよね、はい、まあね、顔にフィットするフレームを選ぶっていう、ね、昔ながらからあるフラットレンズ大好きなんですよ。まあそのデザイン性もさながらやっぱこうレンズのクオリティがとても大事だったりとかするので、はい、まあ、ニューモデルも、まあ、フレームカラーから
こうその黄色いのもね、ストラップもこれね、こうちょっと盛り上がってるラバーがまたなんかちょっと高級感あってね。そうですね、うん、ただプリントされてるだけっていう感じじゃないから、はい、ぜひぜひ、お店でも手に取って来シーズンのゴーグルもしっかり選んでいただきたいと思いますよ。はい、はい、以上ダイスゴーグルでした。はい、それでは良いシーズンを。ありがとう、ありがとうございます。また。